りょうちゃん、着きそう？もうバーの下です。さっさと湯が連れてこい。こっちは準備万端だ。こんばんは。な、妖先生たち来た。こんばんは少年たち。おや、朝日くんとりょうやくんは？今日実はサプライズなんです。あーちゃんびっくりさせようと思って。そうなんですね。あ、こんばんは。今どこに？こんばんは。朝日はバイト先で仕込みだけしてくるらしいので、俺が迎えに来ています。なるほど。ところでドクは？連絡は取れないままかい？はい、朝日の心が回復してから一度も。みんなでお祝いしたかったね。そうですね。おい、のんびりしてる場合か。ああそうだ、ケーキを冷蔵庫にしまわないと。りょうちゃん、早く帰ってきてね。なんといっても今日はあーちゃん復活おめでとうパーティーなんだから。はい、では皆さん後ほど。ドク、朝日に会う前に済ませておかないとな。猫屋敷、寮屋だ。ああ、この番号は父から辿った。そうだ、おかしいと思ったんだ。心を止めるために父を直接呼び出すことができる、そんな人間は限られている。俺なりに考えた。ユニクオーツの台座に最初からあんな機能がついていた理由。世界システムは心の振動を増幅させるはずなのに、お前が心を止めていた理由、そして今毒がいない理由、わからないことも多いけれど、俺たちはおそらく協力できる。俺は大事な仲間を守りたい。お前は毒の何かを阻止したい。これは双方に利のある話だ。そうだろ、兄さん。らっしゃい。だから魚屋か。あれ、寮屋が来たってことはもうそんな時間？そんな時間だ。行くぞ。ああ、なんだ。一杯だけ飲んでかない？お前は本当にあれを飲ませたがるな。せっかく来たんだし、ほら座って座って。けどなんでピット行かなきゃいけないの？ここじゃダメ？まあいろいろあるんだ。一杯いただくがすぐ出るぞ。はい、こちらスワンオペラでございます。ありがとう。朝日。ん？すまなかった。なんだよ急に。お前にひどいことを言った。どれだよ、いっつも言われてるからな。そうだな、俺はいつもお前に甘えてお前に支えられてきた。その言い方、俺が寮屋のパトロンみたいじゃん。ああ分かったんだ。多分分かったからユニクオーツは一つになった。俺の憧れた才能も、それを支える力も、どちらもお前の中にあって、そして多分俺の中にもあったんだ。よくわかんねえけど、つまり俺たちベストコンビってこと？もうそれでいい。あのさ、りょうや、
店出る前に俺から一個お願いしていい？なんだ？久々に俺の因が聞きたいなら。いや、それはまた今度で。そうか。それ飲んでる間さ、聞いてくれない？いいのか？うん、もういいんだよ。踏み出すのさえ怖がってたけど、まるで巣の中で慈しむように見えない腕に支えられてた。すれ違うのも向き合ったからで、羽ばたきはもう